ちょっとじゃじゃん、私の大ビッグニュース、あの、はい、自己流テニス卒業もうブロステニスで入会しました。あ、そうですか。はい、申し込みしました。もう金曜日ですよ、完璧。4月でも、はい、とりあえずそれでやって、ひょっとすれば曜日変えるかもしれないけど、一応、うん、あの申し込みとりあえず、あ、そうですか、金曜日とりあえずして、はい、ひょっとすれば、うん、水曜日また行くかもしらんけど、はい、これショットローです、ね、ちょっとね、俺もその何自己流テニスもちょっと限界を最近感じてきてちょっとそれ以上自分だけで伸びきるっていうのはちょっと厳しいかなっていうのをやっぱりうすうす最近ちょっと感じながら、ちょっとここでまた一歩伸びちゃうか、トコビッチ。いや、伸びますよ、トコスギのセンスありますね。いやいや、本当にもうちょっとね、自分の可能性を信じて。そうです。じゃあ今日はあの私はサーキュラースイング対 VS 古田テニス、まだ不完全なクボタ、ね、ちょっとやってみましょう。はい、はい、ウィッチラフで、はい、ラフで、じゃあサーブで、はい、じゃあコートは私こっち、はい、はい、お願いします。はい、はい、いやでも久保田テニスって言われてますけども、全然まだ久保田テニス反省してないんでこんなの久保田テニスじゃねえって絶対言われるなと思ってます。結構特に試合なんかになるともう本能のフォームに戻ってるような気がするんで、まあ、だいぶ胸で打つような感覚はできてるんですけど、まあ、形ですよね、形は全然違うようにな気がしますね。結局さ、ゆっくりさ、球出し、手出しとかそういうんだったらその久保田テニスフォームできるけど、そうですね、やっぱほらテニスって早いじゃん展開が。そうなんですよね。だそれをそのしっかり距離感とか詰められるかが久保田テニスのテーマだと、そうですね、うん、思いますね、はい、今後の課題ですね、うん、あとこれ時間かかるなと思います、うん、でもね、はい、久保田テニスのねメリットはね、相手が俺シコラには俺強いと思う。あ、うん、そう、あの久保田テニスの人は、はい、うん、でも丸山くんとか転換早い人が厳しいと思うんだ。確かに、うん、だそれが久保田テニス、全国の久保田テニスの信者の皆さんはどう試合をしていくかだと思いますけど ね、うん、そうですね。難しいですね。でもまあ、まあ、これを試合でまあ綺麗にできるようになるため、まあ、それを伸びしろと考えればまだテニスも楽しめるかなと思いますんで、まあいろんな意見あるかもしれないけど、まあ頑張っていきたいかなと思いますね。しかし床住さんの今日サーブ、これ映像でこのスライスで返してますけどかなり跳ねてるんですよね実は。最近ちょっとスライスをスピンサーブ、スライス、スピンサーブ、スライスと、あとちょっと回転のその方向もいろいろ変えたりしてんだけど、今日は完全に上から下のスピンサーブっていうか、そうイメージは、はい、だからスピードも速く回転もかかってるっていうサーブにしてみました。そうですね、うん、しかもまあやっぱり跳ねてますもんね、私の胸ぐらいには来てますもんね。やっぱこれバックに突かれると厳しいですね、シングルハンドとしては。あと言ってダブルハンドをやるともう私は左手の感覚全くないんで、うん、打てないですもんね。で草間ちゃんには 6-1 で勝ったんだよね。そうなんですよ。草間さんと、うん、まあ、小池さんとか、まあ、竹内さんとかもそうなんです、うん、丸山さんもそうですから、ね、うん、私ぶっちゃけ一番やりづらいのは床住さん、うん、天敵だなと思ってます、ね、そのスピンですね、スピン、サーブもそうですけど、うん、フォアもバックもスピン系でバックをついて疲れるとやっぱりどうしてもボロが出ますもんね、うん、まあそこを私はいじめてるわけですねやっぱそうですよね、うん、あとこのえげつないスライスも結構えげつないんですよね、このサーブですかね、今セカンドだったかな、このね、上抜くのが俺快感なんすよ。これたまんないですよ。ちょっとね、ネット際にボール出して、それで上をね、突くのがね、これ。いやー、もう私も楽しいんですよ。ドロップ出されて、上でロブ抜かれて、多分3回ぐらいやれると思いますけども、体力の消費ったら半端ないですからね。そう、特にまた夏になって暑くなるとね。もう
当に。俺ねこのねバックねちょっとやっぱり近すぎちゃうんだよな、この辺って俺もテーマなんだよな。あーでもな、あこの辺がね俺やられちゃうのやっぱり、こう守りだけだと久保田テニスにやらんちゃうの、うん、結局俺があのしこり負けしてる、うん、あそこでちょっと展開を自分から持ってかんきゃいけないんだけど、守りだけだと、うんうん、久保田テニスの人には、うん、ダメだから。あ、まあ、ああいう球、まあ、何ですかね、うん、あの草間さんとかもそうですけど、やっぱり、うん、スピンって言っても跳ねてこないような、まあ、フラットドライブ系の人が多いんで、うん、グリグリっていうんですか、まあうん、まあそこまで徳光さんもジュニアみたいなグリグリではないですけど、うん、まあ、スピンはかかってる方なんで、うん、でおあのコートの外に出せれるのですごくやりづらいですね、うん、なんか高めの特にシングルハンドの高めとかやっぱもうビビってスライスになっちゃいますもんね、うん、まあ、これ今のは、まあ、今はもうあの、うん、俺のあのボレーが全然もうクソみたいなボレーダブルハンドが羨ましいなと思いますもんね。これどうなったかね、どうでしょうかね、どういうポイントだったかね。あちょっとラリー続いたんだな。スライスでしのいでるもんな、やっぱり、うん、あやっぱりしのぎきれないんだよな。結局俺はやっぱりこういう時にはバックを狙う、うん、そうですね、うん、でやっぱりねどっかでミスをするみたいな感じですね、うん、やっぱり平野原くんもフォアはだいぶね距離感詰めて安定だけど、やっぱテーマバックでもあるんか、ね、はい、あ遅れちょっとサイドアウト、今も詰まってる。俺ちょっと近づいちゃうんだよな、これもう少し直さんと。今日でもねなんかあの私らこれ試合終わってから中学生のファンの、ね、そうでしたね、子たちがびっくりしました、うん、見てくれればいいけどね。そうですね、名前まで聞かんかったけど中学生のソフトテニスでしたかね。そうですね、なんか公式に全国の久保田慎二さん終わったかな、ちょっと待って、平野原君応援してください。胸打ちができない全部手打ちになってる。に入りますか、はい、うん、これいい距離ですね。ちょっと詰まったけど、そうですね、これはねこういうのは得意なんだよ、はい、こういうちょっと緩いっていうか、そうですねで結局バックでミスしちゃう、はい、そうなんですよね。バックだよな、あの返すだけでもまた違うのかね、ミスするぐらいなら。そうです、ね、あでも結局それだけだと相手が今度攻撃してきちゃうかね。ああまあ、はい、そうですね、やっぱもう少しスライス、そうです、スライスをもうちょっと、はい、あの切れ味っていうんですかね、あのもう救い相手にすくい上げさせてミスを誘うようなスライスを覚えないとちょっとシングルハンドとしてはついと思います、ね、あれ極端なネットする時があります。あれえ そんなん叩いちゃうのっていう時あるよね。あのまあスライスで、まあ、あのボールを潰す感覚で やろうとして、ね、それはそれでいいことだけどね、はい、面があんまりにもあれ、下向いちゃってんの。そうですね、あの、まうん、あの潰す感覚でやると、うん、すごくもうガーンと潰そうとしてやってるんですけど、うん、たまに失敗してちょっと微妙なセンス、ね、おー今のナイスだったよ、ね、ショット。だからあの距離感があるとあれだけのショット打てるんだから、うん、ここも入確か入ってたと思ったけどな、ね、全国の久保田テニス信者の皆さんいっぱいいるからさ。いやねえ、ここあの多分何、はい、ヒラビッチか何か分からんけど今度ちょっと YouTube チャンネル作らなきゃいけないね。そうですね。いやでもまあフロータテニスとかまあいろいろありますけど、シングルスやっぱり基本的なテニスの能力がやっぱまだ足りてないかな、まあ、そんな気がします。こういうのはね、あのやっぱ得意なんですよ、こういう風に詰められて距離合わせてくるから、俺は俺なりにこうやってそんでしょこん、あーこれはえぐいよ、えぐいですよこれは。
心が折れますもん、うん、あれ。あそこは頑張ってやっぱさ、ドロップ返しのドロップが一番俺嫌なんじゃないかな。そうですね、あれをさ結構気持ちいいとこに返してくれるんだもん。あのやっぱり全力ダッシュで行ってるんです。うん、もうストップするときには まず取ることを考えてやってるんですけども。あれちょっと待って。全国のサーキュラースイングの皆さん、私が久保田テニスを攻略します。私久保田テニス不完全です。久保田テニスは距離感が大事です。そこを崩します。もう崩されてます。うん、5-2 かな。5-2ですか。5-2ぐらいかもしらんな。この時期はどうだろう。この頃はもう、あ、5-2だ。5-2ですか。5-2、うん、これ最後にやった俺。この頃はもうラケットが重くて、うん、340でしょ。340ですね。ガットからなんか入れると368とかだったんですよね、測ったらです。うん、重くもう、あ、これ結局これがさ、どうしても自分が走ってくるから、そうですね、どうしてもそういう球になっちゃうんだよね、はあ、あれしかもかシングルハンドであれ返すの難しくて、距離を取るのもですね、やっぱミスするべくしてミスしてますもんね。うん、また来たよ。うわぁ、んでさあ、うわぁ、これがもうかわいそうですね。これがもう俺のこのね、久保田テニスの攻略なんですよ。いやもうこれ私やらせない。私あの床住さんに合計で多分今まで通算20問ぐらいやられてるんですけども、うん、まあほぼこのパターンで点取られて体力削られて、うん、もうヘロヘロになって負けてるパターン多いですもんね。この試合でも3本目ぐらいですよね。そうだね、うん、あれ3本私でも答えるのに50代、うん、60代の人もっと答えるでしょうね。ジュニアだって答えますよ、おそらく。でこっち走らして、ここはちょっと距離やっぱり上げちゃったな。うん、これで終わりかな。うん、あ、ありがとうございます。ありがとうございました。もうちょっと喋るかな。ありがとうございました。でもさっき、あの久保田、全国の久保田テニスの皆さん、ファンの皆さん、さっき1ゲーム勝ってますんで、6-1でね、スタマちゃんに。まあまあそうですけどね。ありがとうございました。いやー、相変わらずドロップ&ロベで、結局俺もほら一応なんちゃって久保田テニスちょっとやってたからあれなんだけど、結局ああいうボール久保田テニスできないじゃん。走ってきてできないじゃん。結局いかにその決まった形を、あの何、平野君にやらせないかがテーマ。もちろんバーンって言って、もう今日もちょっとスピンボールもちょっと強めの速い球のスピンボール上げて、はい、いつもよりちょっとあの早めに跳ねさせて、はい、でしたね。え、あ、そうですか。じゃあやめます。いやー、はい、しかし今日はちょっとバックがやっぱ、はい、まあ、スライスでしのいていけるかなと思ったんですけど、はい、なんかもう押し潰されたというか、パワー狙われて、で俺がもうそっち気にし始めてるミスばっかした気がしますね。だからほら最近あの結構いい試合になっちゃうっていうのが、やっぱりその比較的何、あのぬるい球っていうか、それやらあの返してるともう久保田テニス結構やらんちゃってるから、できるだけねペース変えたりとか、ちょっとその辺イメージして、ね、今日はちょっと取り組んでみました。はい、ちょっとスピンサーブを高めでスピン、あの片手でジャンプじゃないですけどね、高めをちゃんと返せる能力がもっと磨かないと、小泉さんには勝てない気がします。あとそういう俺の得意のそのドロップをどういう風に返球するかだよね。意外とこう走ってきてこういうのって結構アウトになっちゃうから、できればちょっとそっからのまたドロップみたいなのもちょっと練習した方がいいのかもしれないね。結構走って勢いついて当たると、あの結構アウトそうですね。
な演出ない上手ですよ。私しかいねえだろうな。そんで極力帰っちに帰ってくるぐらいのドロップを。ほんで俺ほらこういうドロップするから、こういかんドロップ。でも私あれよく撮ってると思うんですよ。撮るだけじゃダメなんだな。最近はだいぶダッシュは速くなってるよね。もう読めるようになってきたんですけど、うん、だからちょっと甘いドロップだとやらんちゃってるから。いやありがとうございます。ありがとうございました。編集を楽しみに撮ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。